はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけどもえ、今回はですね、その岸田内閣のちょっと支持率についてお話しさせていただきたいんですけど、先日ですね、鈴木財務大臣が、この岸田内閣の支持率がめちゃくちゃ下がってることについて、なぜかわからないと、ちゃんと分析していく必要があるってことで、もう国民からすごい失笑というか、ガチでこいつらやばくねえかってことをね、言われてたわけです。で、そんなのがですね、毎日新聞の世論調査ということで、え支持率出まして、こちら。 岸田内閣支持率26%で横ばい、不支持は68%というわけで、なんと支持率はもう20%台になったっていうわけでね。えー、前回から2ポイントは下回ってるんですが、ほぼ横ばいっていうことで、まあ、正直ここがそこの底なのかなっていうことは思うわけですよ。だってこの岸田内閣で支持するような要素って何か一つでもありました 経済政策はダメ、少子化対策もあかん、防衛問題も話ならん、公私混同で税金使いまくる、で、周りの閣僚の不祥事が多発、で、海外のばらまきは止まらず、そのケツは国民に吹かせるから負担を増やしますってさ。だから、どこにこの岸田内閣を支持する部分があんねんって思うんですが、実は逆にある意味朗報。なんと政府が進めているデジタル化していけば、岸田政権の支持率は10%台まで落ち込むというわけでねえ、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。 毎日新聞は26、27の両日全国世論調査を実施した。岸田内閣の支持率は7月22、23、絶死の前回調査から2ポイント減の26%で横ばいだった。支持率が30%を下回るのは2ヶ月連続。不支持率は前回調査から3ポイント増の68%だったと。 支持率は3月から上昇傾向となり、広島市であった G7 サミットの開催中に実施した5月調査では45%まで上昇した。しかしマイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐなどして状況は一転。6月以降は下落傾向が続いており3ヶ月で19ポイント下落した。調査は携帯電話の ショートメールス機能を使う方式と固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ、携帯521件、固定電話518件の有効回答を得たと。まあ、というわけなんですけども、まあ冒頭でも言いましたが、この岸田政権の支持するところってなんかあんのかなっていうレベルなわけですよ。まあ言うてもさ、この G7 サミットの時はやはりボーナスとしてこうやってグッと上がったりするわけ。で、またその9月で内閣改造があるんですけど、まあその時でもね、ボーナスとして、この支持率っていうのは上昇するでしょう。だから、 麻生さんやったかな誰かがそんなさ、支持率なんかでわーわー言ってる場合じゃないみたいなこと言ったんですが、あながちその意見は間違ってないんですよ。で、ほとんどの政策がその国民感情と逆撫でしてるわけですよね。さっきも言いましたが、経済政策もそう、防衛問題もそう、少子化もそう、食料問題でもそうですよ。 で、この記事でも書かれてる通り、マイナンバーカードのトラブルなんかも含まれてるかもしれへん。まあ個人的にはこのマイナンバーカードのトラブルっていうよりも、やはり経済問題っていうところの方が大きい気はしますが、さらに LGBT 法の改正によって、さらに離れていった保守層の人も結構いるわけですからね。だから、岸田政権のやってることっていうのは、もう客観的に見たらほとんど売国なわけですよ。でも、こういった G7 サミットを開催するだけでグッと支持率が上がるもんやから、 あまり当てにならないっちゃならないわけ。ただそれは絶対的な基準というか指標にしなければならない数値であるのも間違いないと思いますけどもね。で、一応これが岸田内閣支持率の推移のグラフっていうことで出てるんですが、まあ、ここ2ヶ月かな3ヶ月連続で起きてることっていうのが、支持率の低下してるだけじゃなくて、不支持が上がってるっていうのもね、結構重要なことかなと思ってて、まあ、このグラフで見る限り、この開き幅っていうのは、 多分、ここさ、1年以上の間で一番だと思うんですよ。そう考えると、まあもうここがもうそこ、天井なのかな、みたいな。だからこれ支持率26%。まあ言い方変えたら4人に1人は支持してるってわけなんですが、ここまでのことをやられて支持するってことは、それなりの、何らかの旨味を得てる人じゃないのって思っちゃうわけ。身内とか利権とか壺関係とか。逆に言えば、今回の世論調査、まあ1000件ぐらいからボスは少ないけど、4人に1人は、そういった関係者の可能性があるっていうことですから、そう思うと非常に怖いですよね。 ただそういったさ、関係性があったとしても愛想を使う人がいるから、支持率が少しずつ減っていくんじゃないのかなと思ったりはする。で、おもろいのが、冒頭でも言ったけど、こうなってる原因が鈴木財務大臣分からないんですよ。十分に分析する必要があるとか言ってるんですよね。分析するまでもない。ネットの反応を見る一発で分かるやんと思うんですけどね。逆にここまでさ、政策を失敗しまくってんのに、自民党内部からでも、別にこれをさ、まずいなっていう声上がってないっていうのもどうかしてると思う。 で、言うてもさ、こっからその増税メニューっていうのがさ、控えてるわけじゃないですか。10月からのインボイスだったり、来年以降も社会保険料の負担増とか、適用拡大もあったりするし、ガソリン価格が高騰してるのにトリガー条項発動せずに、逆に走行距離課税の加算みたいなこと言ったりしてるわけでしょ。じゃあ今思ってる案っていうのが施行されていけば、今よりも生活が苦しくなる未来しか待ってないわけですよ。で、それを実感すると、さらにこの開き幅ってのは大きくなるんじゃないかな、みたいな。 支持率っていうのはもしかしたら変わらんかもしれんけど、不支持は増える可能性が増えてくるんじゃないかなと思います。なので、ね、記事に戻りまして、今回の調査でも、まあ毎日新聞ってことやからね、割と低い数字が出たりはするわけですが、調査の方法っていうのが、携帯電話のショートメールの機能とか、固定電話の自動音声っていうやり方なんですよね。だから、やっぱりそのネットの声とはちょっと違うのかな、みたいな、数値としてもさ、26%って言われてもそんなおんのっていうところもあれば、 例えば産 k とかさ、そういった政権寄りの記事になると、もうちょっと支持率高かったりするわけですよ。30%台とか。じゃあネットの声とは全然違うやんっていうふうに思うわけです。逆にこれでもなんだかんだ言いながら次だって自民党が勝つんでしょって予想する人も結構いるわけですよね。それはなんでかっつったら、やはり投票率っていうのがあまりにも少ないから、みんなが関心がなさすぎるからだっていうことなんですけど、 じゃあその投票率を高めるにはどうしたらいいかって、やっぱりさ、ネット投票できるっていうことの方が一番早いと思うんですよ、僕は。それこそマイナンバーカードの話は出てるけど、要はデジタル化の方向に向いてるわけじゃないですか。言うてもこのマイナ保険証に関してはさ、もう強制的にやろうとしてるわけですからね。じゃあそれぐらいオンライン投票っていうところにも力入れりゃいいんじゃねえのって僕は思うんですけども、それは絶対しないわけですよ。で、その理由の一つとして多分あるのが、ネット投票をすると自分たちが負けるからじゃないのかと。 というのも、えー、こちらの記事、選挙 .com なんですが、内閣支持率は危険水域23年8月の世論調査を発表ということで、こっちのサイトでは、今までのやつって全部電話調査だわけですけども、ネット調査っていうのもしてるんですよね。それによるとかなりの開きがあるということで、ちょっと見ていきますが、えー、まずは、えー、内閣支持率の前に政党支持率っていうところをね、見てほしいんですけども、えー、23年7月の政党支持率っていうのは、 なんと自民党、電話調査だったら29.8%がネットやったら13%しかないんですよ。すごくないですか約半分。言うてもさ、今までこの内閣支持率って出てくるけど、それがほとんど電話調査なわけですよ。でもやっぱりさ、叩かれてるのって SNS をはじめネットを中心に戦ってるわけ。じゃあネットで調査したらどうなるかって言ったら、全然違うんですよね、結果。それが自民だけに起きてるかったそんなこともない。立憲民主だって、電話調査9.6がネットやったら2.3、維新も9.9が4.9みたいな。 共産党は4.7やけど1.6みたいな。のきなみ低いわけです。逆に上がってんのはどこかって言ったら、令和と政常ってことで、ま、これ NHK なんですけど、ま、この二つは基本的には高い。令和新選組は、電話調査1.8がネットやったら2.7。NHK は0.5が1.4みたいな。ま、この二つはね、正直、ま、僕も見ててネットの使い方うまいな、みたいな。そんなことは思いますから、ま、伸びやすいのかなって気はするわけです。逆にぶっちぎりで多いのが、やっぱり支持政党なしということで、 ネット調査やったら69.8。要は、およそ7割の人がどこも支持してないってことですよ。でもこれ電話調査、ネット調査の比較でさ、パーセンテージ見て、まあ、正直今動画見てくれてる人とか、ヤフコメとか、ツイッターとか見てくれてる人って、ほとんどがやっぱネットでさ、そういう情報を仕入れるわけじゃないですか。ってなったら、こっちの方が実感として感じませんで言うてもこの選挙 .com では、ネット以外にも電話調査もしてるわけやから、その他の記事が出してると、まあそこまで大差はないわけですからね。 これで見るだけでもすごい開きがあるっていうこと。逆に言えば、この選挙に関しても、ネット投票すりゃいいんじゃないのっていう意見が多数上がってるが、それで投票率が上がっちゃうとどうなるかって言ったら、こんなことになっちゃうわけよ。要は自民党としては、オンライン投票を実施してしまえば、与党で過半数を下回るっていう可能性が非常に高くなるわけです。じゃあもう好き勝手できなくなりますよね。だからやらないんじゃないですか。 英調記事としては、この7月っていうのは、維新が初めて電話調査で立憲を上回ったことが大きなトピックでしたと。で、続いてね、8月の分見てもらうんですけども、7月から8月までの間にあったのは、えー、自民党女性局のフランス視察批判、秋本議員のあの一件で、維新馬場代表の共産党亡くなったらいいなど、言うても国会が閉じてから支持率や政局に大きな影響力を与える動きは比較的少ないんですが、SNS を中心に話題になる出来事があったのが特徴ですと。 で、そういった中身を踏まえて、8月の政党支持率ですけども、それはこれですね。自民党に関してはネット調査 11.、11.4%っていうことで、前回の13%よりさらに下回ったんですよね。まあ、それはそうですよね。あんなフランス研修問題とか秋元議員の話があったら、それは増えるはずがない。逆に、電話調査でも29%ってことで、今回その毎日チームが出したのが26%やわけですから、そこまで、ね、やはり大差はないわけです。むしろちょっと多いかなぐらい。 でも、ネットで調査すると、やはり半分以下になってしまう。逆に伸ばしたんどこだっつったら、やっぱり支持政党なしなんですよね。これがプラス2.1%ってことで、もう70%を超えたと。だから、ショートメールとか固定電話の世論調査をすれば、確かにこの左の赤い数値と似たような結果が出やすいのかもしれへんけど、ネットで調査してみると、結果っていうのは全然違うってことですよね。特にこの左、自民、立憲、維新、共産のこの4政党は、なんか全然違うなっていう気はするんですよね。 今回増えたのが、右側の国民民主、令和、社民ということで、社民党に関してはプラス0.4ってことやから、前回が0%っていう時点でもはや終わってたわけですけど、まあ、ここが伸びた理由っていうのはやはりその LGBT の問題とか、その女性の権利みたいなことが強いから、そういうところなのかなみたいな。わ、まあ、かりませんけどね。で、国民民主と令和が伸びてるんですけども、まあ、ここに関してはやはり経済政策なのかなっていう気はするんですよね。 だから、政治思想とかどうたらこうたらっていうのはとりあえず置いといたとしても、事実、電話調査でも国民民主、令和2つは伸びてるってことを考えれば、やはり今国民にとって最も重要なのは、経済政策であるって言えるんじゃないかなと思います。もちろん今のは僕がね、この結果を見ただけで、パッと思ったことですけどもね。ただこの数値を見る限りでも圧倒的に多いのはこの支持政党なしなわけやから、 どの政党も終わってるって感じてる人がたくさんいるっていうこと。それでも消去法で自民党に入れるってことはないのかなっていう気はするんですよね。このネットの調査を見る限り。で、それが分かってるからやはりオンライン投票しないんじゃないかと。逆に言うなら一応さ、今毎日の調査でも26%って出たわけじゃないですか。で、その26%っていうのはもうこっから離れることってほとんどないと思うんですよ。要は今の岸田政権でうまみをもらってる人たちの割合がそれぐらいなのかなみたいな。それぐらいというかそれぐらいに近い数値があるのかなみたいな。 でもネット調査にすると半分以下に減ってしまうと。っていうことはやっぱりそのネット投票っていうことを実施してしまえば自民党の票数っていうのは明らかに減ってしまうでしょうと。だから逆に言えばこの自民党をさ支持してる人っていうのはネットに疎い人が多いのかなっていう気もせんではないわけですよ。言うてもその下の公明党はそこまでパーセンテージ減らしてないわけですからじゃあ自民党の選挙を手伝ってくれてる人たちっていうのがオンラインに疎いんじゃないかっていう仮説が成り立つわけですからじゃあやっぱりネット投票なんていうのは導入しないよねっていう。 でもマイナンバーカードでデジタル化進めます。保険証廃止みたいな。いやなんか政策によってアナログとデジタルとすごい分けてるなっていうふうには思うわけですけどもね。え続いて8月の内閣支持率なんですが、これでも顕著に出てまして、ネットやとなんと支持率12.2%しかないと。電話調査では支持25.4%ってことで、まあほぼほぼ今回の毎日新聞のやつと変わらないわけですよね。もう少しね不支持は多かった気はしますが、 でもネット調査すると内閣支持率ですら電話調査の半分しかないわけです。この黒いやつどちらとも言えないがほとんど変わらない。むしろこのオレンジのどちらかといえば支持しないもほぼ同じって考えたら、この電話調査の青の部分がそっくりそのまま赤になってるっていう感じなのかなというわけで、ネット結果を見る限りは割と朗報なのかなっていう気はする。でも逆に言えば、 ここまで政府はデジタル化を進めているのに、オンライン投票を実施しない理由とも言えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。